Hallo und ich gerade über Playing Like a Dragon Infinite Wealth. Wir sind in Chapter 10. Don't be cruel. エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会の海老名、こいつら全部がグルだったってことか。こんなことになっちまって全部俺の責任です。ヘイちゃんがまさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんとウォンを死なせちまって、アカネさんにも怪我をさせて、ダニは連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ、ならなおのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ。千歳、俺はまだ話が飲み込めてねえ。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい。あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。ちいちゃん、タタラチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして桐生さんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber タタラヒソカ、あれは私なの。なんだって？こういうこと。はい、どうもタタラチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声はちいちゃんが。タタラ、そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がタタラヒソカとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいるアカネさんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったのも。ちいちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのはそれに沢城、頭も。ああ、エビナとタタラチャンネルに出て。そうだぜ一番、
こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ。うまく言えねえんですけど、頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなって。は？あ、裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったか。その時の動機は自分の子だった若を、青木亮を守ることだけど、今頭に残されてるのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番早く、ここはもう行かないと。桐生さん、頭は俺にハワイへ行くように言った時、頭を下げてきたんです。沢城町はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。桐生さん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止。ふざけろ。言いたくなるまで突く。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。助かる孫妃、どうかしたか。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね。なのによりにもよってあの沢城ですよ。海老名とグルって方が全然納得。でも桐生さんは。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。ずるくないですか。何にせよ。よし、行く。そう、最悪な時こそ。桐生さん。Why don't we have us a strategy meeting? Go for what we know. Oh. The balance of Ichijoso is crumbling enough as it is. Why don't I let you guess? Would I want to ruin the surprise? We have to head to the 5-4. When I was dead, all he was to me was my handler. Still, a lot happened between us, I suppose. We made it this far, and now... Amanawa, leave Akanesan and Lani to us. We see this through. I promise. You always work so hard. You deserve the rest. I will join you soon. さてだ、キリュウ。この間、俺と偉人町で飲んだ店。手が空いたら顔出しに来てくれ。うん、お
Okay, so Kiryu have the thing that's called life links. It's basically memories of the children from his orphanage that he took care of. And they will unlock in chapter 10 and 12. And we're now currently in chapter 10. Harbor Light, at the sun's waiting. Toma, son, あの後太一は無事沖縄に帰ってった。空港まで見送りに行ってきたんだ。たっぷり東京土産も持たせたぜ。キャバクラで殴られた埋め合わせにと思ってよ。そうか。太一のやつ世話かけやがって。ありがとうな。待った。礼を言うのはまだ早いぜ。お前、太一の他にも会いたいやつがいるだろう。もう何年も死んだふりして孤立してたんだ。それが大道寺一派との約束だからな。けど問題が起きたよな。あれの拡散は不可抗力だったわけで、だ、まあ、思った通りだ。何が言いたい？つまり今のこの状況なら、お前が昔の知り合いとニアミスしたところで、大道寺はもうとやかく行ってこねえ可能性が高いかもな。でも俺は、いや、そらそうなんだがよ、お前は離れて見るだけ、存在にも気づかせない。俺が大道寺の人間ならいい気はしねえ。やれやれ。そういやお前、最近のカムロ町の様子は知ってるか？東条会と近江連合がいなくなって、あいつらは良くも悪くも動き、なるほど。そんなカムロ町が気に食わなくなったのか、しばらく前から、ん、音信不通って。東条会と近江の大解散の時だ。そこに桐生一馬が現れたって噂が立った。秋山は方々でその噂の裏を取ろうとしたんだ。俺に連絡よこしてきたのもその、だがそれ以来こっちから電話をかけても通じない。じゃあ俺も気になって最近探し始めたとこだよ。でもどうだ、やっぱり昔の仲間が。確かに気になって仕方がない。だろう、そう来なくちゃな。だから今日もここに呼んだんだよ。俺に前にも言ったはずだぜ。だから大道寺との約束は破らない範囲内で俺がその段取りをつけるからよ。伊達さん、他に会っておきたい奴はいないか？あの町はお前が青春の一緒に青春を過ごした仲間はみんなには、たく、でも他にだって会いたい奴はいるだろう。急にそう言われても思い浮かばねえよ。おう、すまねえ。そうだな。ほらな、やっぱりいたじゃねえか。一時期スターダストは韓国マフィアに乗っ取られてたんだが、へえ、よし、そうと決まればあとは一応大道寺一派へ言い訳できるような状況にしとかねえと。また太一の時みてえに場所をセッティングする。わかった。なに、俺が好きでやってることだ。もうついていたか、さすが。うん、早いの。遅いよ。お、超半純義。久しぶり、元気だった？ええ、お二人ともお変わりないようで。どうも。鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。そうか、あっちの二人は。偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。今は試用期間ってとこ。
あの若いの、キリュウさんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。 Detective is for the characters from Judgment Lost Judgment Game Series。 清流会への切り込み方を考える必要がある。清流会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだい。そ、高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね。どうやらそれは何、組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが清流会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。はじめは極道を大解散させるつもり。もしくは初めから清流会を乗っ取る気で組に入ったか、わざわざ警察のエリート官僚まで辞めて。何のために。そこがまだ見えてないところ。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城なら。ああ、あいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は。だったら話ができないか聞いてみたらいい。いえ。ありがとうございます。どうした？沢城だ。桐生だ。桐生さん。今どこにいる？用件を先に言ってください。話がしてだけだ。あいにくですが、俺は忙しいんです。ご承知のように大量の組員をハワイ。あんたは客寄せの名誉職だろう。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか。今のセリフ、一の野郎が言ってたならぶっ殺すそうだ。文句があるなら面と向かって言え。不当にある清流会の倉庫です。海老名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃねえ。彼らも忙しくしてるし、仕事を邪魔してくるやつには容赦しないでしょう。それでも来るってんなら俺もこれ以上は何も言いません。どう考えりゃいいんだ。沢城に会いに行ったら清流会の連中が襲ってくるってことか。うん、私が思うに沢城は脈ありだがね。え、本気でこちらと会う気がないなら場所も言わないし、組員がいることも警告はしてこない。私には沢城から SOS が出てるようにさえ。ってことはやっぱりさ。ああ、だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の清流会組員はもちろんエビ。ああ、結局のとこ危険だけどやるしかないわね。ああ、オッケーなら俺。え、え、いや、ソンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも清流会と表立って揉めるのはまずい。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、売られた喧嘩なんだから文句言われ。それに立場気にしてダチ助けないとか。キリュウさんは助けないの？あれ？俺構わないか。うん、まあ私は別に歓迎するなんて。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、みんなまたよろしく頼むよ。
ああ。もう私たち敵なしなんじゃない？なんだか。みんなで随分楽しそうなことですね。You know, so did you join us? Would it? You sure you want to jump in like that? Maybe do a little training just to be safe. I got just the thing. Recently, a building under construction in Ichijoshu caught fire. Once it was full, they basically left the place to rot. These days, there's talk of some strange group holed up inside. Supposedly, it's their hideout. I want to investigate, figure out who they are, and get rid of them if I need. Not only that, but it saved me the trouble. Win-win. West of Carriage Highway. I've sent in one of my officers there already. He can fill us in. Ah. But it can be. It's gonna be another of those warehouse. Oh my. All those. Bomb stuff. Date da, Kiryu. So go to Kamuro-chou ni idou suru nda na. Wakatta. Kiryu san, shitte ru? Sugoi.付録が豪華なんだよ。顕微鏡とか、あとクレーンゲーム。なんだそれ。そう、組み立て式でね、よくできてるんだよ。今はすげえな。そもそもなんでお前はそんなの知ってんだ。店、それを俺が手伝ってたの。おや。アットホームな店だな。いい感じだ。Ciao.Learned a lot about kids' magazines from one of his customers' children. The special prices that come with these things nowadays are amazing. よさそうなショップ。別にかま、まあ、ないわ。だから、確かに通販。そうそう。毎回思って返品するのも面倒だから。いいでしょう。物はいい。よし。Whenever Zhao orders something online, it's almost never what he expected. Apparently, he gives most of it to his men.いただきます。いただきます。へえ、この店はこういう味付けなんだ。なかなか悪くないね。やはり料理人としてはライバル店の味が気になるのか？別に気になるってほどじゃないけど、たまに意外な組み合わせの味付けをしてる店もあって興味はあるね。人生勉強ってやつ。殊勝な心がけで、そういうわけでもないかな。結構前の話だけど、カスは急に男の料理を振る舞ってやるぜって言って肉じゃが、何？のど飴を。さあ、闇鍋パーティーになるのかと。子供の頃にタバコ屋のおばちゃんからお。なるほど。カムロ潮流の味付けと、しかしそれ以上にお前が春日の家で肉じゃが。そう、別に普通だけどね。それは遠慮しておこう。Should have known Chinatown would be a good place to find souvenirs. Is this Onomichio merchandise? Who knew we end up in a place like this? The first time I put on the suit, I never thought the end of a nationwide phenomenon. I guess it's due to all the love that was put into him by his creator, Hironaka, and the people of Onomichi. Glad to see all that I hadHard work paid off. お、バッチョは、まあね。お、いや、ドリキャスでやり込んでたからコントローラー、アーケードのスティックじゃ全然。アーケードスティックをゲーム。それ以来、武器や道具は。何が人生？いい感じだ。So once had a hard time learning the controls to a fighting game.Since then, he always ready for the real deal. So, what's the deal? 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 So, what's the deal?な、それよりお前の良よし。
Zhao is a firm believer in never wasting food. Apparently, he once pulled off a triple axel just to save a meal. ここのワゴン。そうそう。俺ここはいい野菜が新鮮ってことか。それもあるけど、例えばアスパラは穂先が閉じて太さが均一。大根はずっしり重くて毛穴が。なるほど。まあめっちゃ吟味。お前の場合は。それ褒めてる。いい感じだ。Zhao always thoroughly examines his produce. That may be why the shopkeeper remembers his face.Une Miraikan? That is a maritime museum. That's pretty neat. Boats always make me think of Onomichi, a shipbuilding town that faces the Seto Island inland sea. Quiet, calming place surrounded by the sea and mountains, I can see how Haruka wound up there. It's also the place where I was officially declared dead. Do I always think of Komurocho as my hometown? To think my life would come to an end elsewhere? こんなことあったな。But I guess it's not all that bad. It's a good place to rest in peace. あ、四つ。おお、よく見つけたな。それも俺はさ、今結構楽しいんだよね。だからこのラッキーな葉っぱは。他へえ別に本音は手が汚れるからさまそういうことにしといてやよし Zhao found a four-leaf clover but said he was happy with his life and would rather someone else have it he's got a surprisingly big heart いただきストロベリーパフェとショートケーキってすごい組み合わせ頼みましたん言われてみれば確かすまねえなそれは別に構わないのだが分かった注文しよう何がいいかホットミルクまあ砂糖パフェケーキミルク乳製品3連発は熱いね悪い体えもう飲んじまったけど飲むの早っThis抹茶にハマってるんだよねおお渋いなまあそうなんだけど立てるのが面白くてさ思ったより最初はダマになって難しかったけど今ではクリーミーで泡立ちのいい抹茶をもともと茶菓子を美味し今となっては美味しく立てるテク目的といい感じだ Zhao's been interested in making green tea He says he's getting pretty good at it too なんかあったのか一度使ってみたかったからただ数量限定すごい人気なんだなまあ人気もそうなんだ転売屋前にも限なるほどな使わないなら買うなっつの転売屋見つけたらず嬉しくよしよく分かってきたJao's disappointed that the walk he wanted sold out says he blames scalpers they're definitely annoying that's for sure いらっしゃいませ。はあ、疲れた。やっと座れるぜ。ちょっと、おしぼりでそんな顔拭くのやめて。へいへい、失礼しやした。別に普通にしてたらいいだろう。いや、その普通ってのが難しくねえか？難波くん、それ考え続けていくとおいおい、変なこと言うんじゃねえよでも確かに場所に合わせて例えばこのフランスパン、カリッと香ばしくてえ
ボケてないわ。急にパッと言葉が出てこなかったの。まあフランスパンはさておいて、言葉遣いや。じゃあそのスタート地点と。だな。喋れよ。何スマホ見ながら。はあ、クロスワードアプリで。雑誌や新聞以外にも最近結構面白いよ。それちなみにどう考えても1年持たねえだろ。だね。当たったらうちの店でもう。あ、桐生さんにも消費に。もっと日持ちする。いい感じだ。絆が深まったぜ。Zhao's been enjoying a crossword puzzle app. Guess the big prize they're offering is a year's worth supply of bean sprouts. Not sure that's much of a price. ここの煮物本当に美味しい。ミョウガもいいアクセントになってるね。だな。つうかさ。うん、どうしたの、なんちゃん。いや、なんか言おうと思ったんだが忘れて。なんだよ。それはあれだね、ミョウガを食べたからだよ。どういうこと？ミョウガを食べると物忘れするって言われててね。難波くんはずっと食べてたもんね。へえ。まあ、実際には集中力とか上がるいい食い物なんだが。所詮すぐ忘れる程度の。孫悲の口の横に米粒ついて面白い顔になってるぜっていう。あ、ほんと、そういうことは早く言え。かわいいもんじゃねえか。まあ忘れる程度の話だったんでな。今のことは妙が。いただき。鶏皮のパリパリ揚げ美味しそう。ああ、俺はレモンいらねえ。私もレモンはなく。レモンかけないなんて損してるよ。というと？この果汁のおかげで鶏の旨味が。脂肪の吸収が。旨味か。いる。いらない。いる。やっぱいる。やはり遠慮して。いらない。あんたらのレモン事情めんどくさいわ。もう自分たちで勝手に。お前らのせいでサイコが切れちまったぞ。なんかすまん。てか蝶は何さりげなくレモン回避して。俺は一般論を言っただけだ。すまなかったなサイコ。私はレモンいらない派なの。俺には微妙に違うんだ。ついいつも似たようなこのタイプのメガネは家に。まあでしょ。よし。Zhao says he keeps buying glasses with more or less the same design. I know he likes to keep one style. いらっしゃいませ。いただき。こういう店でユッケジャンクッパを。このお店のメニューは確かにな。いや、普通にママの好きな料理なだけで。そんなんだ。でもせっかくいろんな地域の料理があるわけだから。あら、いい。チャーハンとか。火力の弱い中華はダメだ。え、なんでなんちゃんが。難波くんは妙に火力にこだわるんだよね。まあ蝶の伝授は業務用だからちょっと高くつくが。ママすごい。俺らがこの店で中華。ごちそうさま。ありがとうございます。よし、来たな、桐生。もう準備。ああ。目的、あいつらに会いに行こう。さあ、もうすぐ見えてくるぜ。カムロ町の老舗ホストクラブ、スターダストだ。老舗か。何年か前にジンゴン派に乗っ取られて。今は一周回って昔ながらのホストクラブって感じ。昔ながらってのは。ゆうや。ああ。半グレだかなんだか知らねえがな、うちは登場会に立ってみかじめは払わなかったんだよ。さっさと消えろ。いいの。
そんな安い脅し文句しか出ねえのか。てめえの方こそ。お疲れさん、ゆうや。カズキさん俺がこの店守ってますから、安心してお客さんたちを楽しませてあげてください。お前も中にいてもらわないと盛り上がらないんだ。うっす。素敵、スターダスト、かっこよすぎ。盛況みたいだな、スターダストは。どうやらそうらしいいや、大したもんだな、お宅のオーナーは。さ、チンピラがみかじめせびりに来てたんだろ。まんまと返り討ちにしてやったな。見た感じ店の調子も良さそうじゃねえか。そうっすね。うちは昔ながらのホストクラブでしょ。でも和樹さんがオーナーに復帰して、新しく若いファンまで増えてるんですよ。俺ら、そりゃあまああの二人は別格です。この店も実は何年か前にジンゴン派って韓国金に物言わせて。あの頃ジンゴン派は。おじさん詳しいっすね。結局のところジンゴン派に目つけられた。そもそもジンゴン派は大昔に一度、おじさんたちくらいの年なら知ってるでしょ。ほら、道島の竜ってすげえつダメですよ、この町の通を気取るんなら桐生一馬は抑えておかなきゃ。でね、その桐生さんっていうのがほとんど一人でジンゴン派をボコったわけです。和樹さんと優也さんはそれまでにもちょくちょく桐生さんと仲良くしてたんですね。だからその後復活したジンゴン派は、つまり和樹さんたちは桐生一馬のとばっちりで店をめちゃくちゃにされたわけ。いや、それな。そうっすか。裏社会の抗争で迷惑かけられんのは、まあジンゴン派は今じゃもう完全に潰れました。連中のせいで方々から金借りて、いろんな人たちにこれ以上ないくらい頭下げて、もしもあの世に声が届くもんなら、俺から桐生たちにバシッと文句言ってやりたいっす。なるほど。うわ、お邪魔したな。ああ、いやいや、これくらい別に全然。おい、どこ行くんだよ。和樹と優也には後でセレナに来るように言ってやる。和樹と優也を。ああ、もちろんお前は直接会えるわけじゃない。いや、まあそう言うな。安心しろ、さっきのホストは、そんな恨み節は一度も聞いたことがねえ。だが、たく、わざわざ神室町まで出向いてもらったんだ。よう、いらっしゃい。こちらこそ。いや、伊達さんに声をかけてもらえるなんて、神室町じゃ伝説の刑事さんですからね。そんな見えついたお世辞じゃスターダスト。お世辞なんかじゃないですってそう。ところで、あの、今日ってこれ。いや、そういうわけじゃねえ。おい、ゆうや、なんか失礼だぞ。でも和樹さんも正直そう思いましたよね。お前ね、俺を巻き込むのはやめてくれる。本当にすみません。あ、そうだ、伊達さん、聞いてくださいよ。さっきうち、ああまあ刑事の立場としては、伊達さんも見てたんですね。いや、しかしスターダストの店先で喧嘩するなんて。うん俺にはやっぱりそうですよね。おい、昔あんな感じで優也はヤクザと喧嘩してたんです。なるほど。あれはもう20年近く前になるのかな。ええ、めちゃくちゃに強かったですよ、あの人は。最初はみかじめ目的のその時堂島の竜が相手だったとは。早いもんですよね。桐生さんが亡くなったって聞いてからもう何年も経ちます。優也は桐生さんがいつかフラッと店に来るんじゃないかってボトル、それもうちの店にある一番困ったもんです。いや、優也の気持ちは上がるよ。この町であの人を知ってるもんはきっとみんな同じ気持ちでいるはずです。けどよ、あいつと関わってるとスターダストなんて、もうさっき店に立ってたホストが確かにそれはそうですね。とばっちり食ってるなと感じることもあって今のいいさ、溜め込んでることがあんけど、
その厄介ごとに一番体張っていたのも桐生さん。あの人の歯食いしばってる姿を見てると、例えば初めて会った時、あの人は東条会を一人で敵に回して戦おうとしていました。そして組の金庫から消えた100億をめぐって、あの時の桐生さんの背中を思い出すたびに、俺たちも何度奮い立たされてきたことか。ちょっと何か人生でうまくいかない時期があっても頑張れる気がするんですよ。え、そんな桐生さんだから俺らはいつまでたっても帰ってくる気がしちまうんです。ねえ伊達さん、ん？今日俺らを呼んでくれたのって何かって？そうですね、実は桐生さんのことで新た、もっと言えばやっぱりあの人は死んでなんかいなかった。何言ってんだよ、なんじゃねえ。そっかお前ら、和樹さんはいつだって桐生さんに恥ずかしくねえようにしたいって、そう言ってスターダストの所有権も必死になって取り返したんですよ。ああ大変だったろ、カムロ町のこの辺一帯もだ。今のスターダストは桐生さんに見せても決して恥ずかしい店じゃありません。だから俺も優也のボトルを笑えませんね。大丈夫だ、あいつはきっとちゃんとお前らの頑張りを見てるさ、間違いねえ。今日は長々と付き合わせちまったな。あんたが謝ることなんかねえよ。和樹も優也もお前がカムロ町で戦ってきた一つ一つの記憶が今でもあの町の住人の励みだ。それを知って、正直に自分の葬式の参列自分がどんな生き方をしてきたかわかるよな。中には死んで清々したなんていうやつもいるだろう。でもお前はそんなんじゃなかった。次も誰か新しいゲストを引き合う。ごちそうさん。おう、またな桐生。もしもし。伊達だ、桐生。ああ、分かった。焼肉屋に来るとついついライスを頼んじまうな。わかるぜ。白米もいいけど、私は。ああ、それも悩ましいな。え、いや。ならいっそ石焼きビビンバをおかずに。お好み焼きをおかずにご飯食べるみたい。よし、じゃあさっちゃんのためにライスと石焼きビビンバつき。いや、いらないわよ。さ、お前ら。もうじゅ、ああ、よし。なんだ。そいつらを呼び出したのは俺じゃなくて横浜清流会さ。海老名がで、その招きに応じて会合に来たの。尾道。広島陽明連合会の直系。田頭。連中にとっては清流会がどれほど視察。海老名の第二次大解散がどこの組だってみんなよ。で、田頭と松永が、ほう、前は広瀬一家も弱小だったがよ、一家の総長だった広瀬は陽明連合会の先代クルス・タケルに忠実。きっとその功績が評価されたんだろう。おかげで田頭と。そうか。なんだよ。あ、そういうわけじゃねえ。あ、もともと広瀬一家って組は、そこへ俺が現れた途端に全てが一変したんだ。俺が広島に首を突っ込まなきゃ。その言い訳も実際あいつな、どうせ田頭たちとは顔。まあな。それに少し大げさに言え、桐生一馬、お前の死に際を見てどう思った。田頭たちがどこにいるかは見えるか桐生。ああ、そうでもねえか。おう、招かれざる客っちゅうわけじゃの、清流会のボンクラども。なんだか機嫌が悪い。女の子が席につかねえもんでイラついてるってところさよし、来た、任せた。伊達さん、
俺は大道寺に行動を制限されてないもんでね。お前と違って。おい、あ？警視庁の刑事で伊達と。わしら東京の出ないとそこの若いもんは。へえ。なんじゃい。ちょ待てよ高頭。東京の刑事で伊達言うたら、キリーの兄貴が世話になっとった人じゃないんか。え？あ、広瀬一家の高頭に松永だよな。今日は仕事じゃねえし、手帳をちらつかせる気もねえんだ。まあ、ええんですか兄貴。ええんじゃ。伊達さんも言ったじゃろ。ほいじゃけデカと飲むっちゅう話じゃないわ。の。ああ、あんたの言う通りだよ。まあ。お、あれ。それにしても二人さん、どうした？なんかあったのかじゃありませんわ。ここらの元極道たちがみんなしてわしらを煙たがっとるんだ。清流館に用意したビジネスの口も限りがあるけん、自分らの取り分が減らんか心配しとるんじゃ。ほら見てくださいや。そのくせ挨拶してくるわけでもありゃ。なんだよここの客は。今偉人町は元東条家やら元は別にわしらは広おいでも陽明連合会の。もしかしてこのここらじゃめぼしい女も少なくてな、広島の田舎もんにまで。なんじゃどこら、物欲しそうな顔しやがって。はぐれもんがよう言うたの。踊れら吐いた唾飲まんとけよ。おてめえらはこの。なんじゃい踊れは。おおい、あきキリュウイ。いやいど、お前らみたいな大幹部が広島の。なんじゃお前。だからここは俺に。そうだ、よし終わったな。アホ抜かせ。いいから。頭かち割るぞ。こらかかってきやがれ。調子のいいぞ私。任せて。容赦しないぞ。かかってきやがれ。全力全開。俺の番か。結構調子いいかも。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそう。いや驚きましたで。下手するとわしらよりも喧嘩強かったりしての。ほうか。ほいじゃが小柄な人がおるけ、警視庁は優秀なわけじゃの。悪いなこいつ。そこがまたええんじゃ。キリュウの兄貴のことをの。ほうじゃろう。よういや、俺はお前らより桐生とは付き合いが長かったんだ。確かにの。よう。まあでも名前は似てるよな。ええ、どっちも強そうな名前ですけど、桐生一馬ユンはなんせあの人と出会ったあの時期に。何がいい方に変わった。さてどうなんでしょう。うちの総長広瀬も本家のトップクルスも死にました。その全てに関わったとされる兄貴が亡くなって、いろんなも戦争中の汚職から戦後の権力、警察も何かっちゅうと桐生一馬が死んだせいで。まったくよう言います。おかげでお偉い政治家の先生方が、いわゆるじゃけその息がかかった嫁。要するに広瀬一家っちゅう組織にとっては桐生の兄貴と関わってわしらも貫禄がついたっちゅうでの。そいつはよかったな。ほいじゃがわしは。おう、虚しいって。広瀬一家の正式な組員は一番の若手じゃった雄太は沖縄で幸せにやっとるけ、もう極道として
あん時ほど熱気流の兄貴の生き様を見て、伝説の竜気流カズマが死ぬほどの大喧嘩に わしらはその後ずっとぬるま湯に浸かってる。その点広瀬の親さんはきっと本望じゃった。最後にはあの気流カズマ死に顔も、おお、クルスタケルの汚れ仕事を受け負う裏の顔から解放されたってこともあるんじゃろう。おいでもあんなかっこええ死に方するんは。じゃけさっきみたいなつまらん連中との喧嘩でもわしらを止めたんが警察のお人じゃなかったら冗談じゃねえよ。おいじゃが考えてみりゃそがあな喧嘩いつの間にか腐っとったんですかの。広瀬のおやっさんや気流の兄貴のこといつまでもそがあなことやって偉そうにしとる。そのことを今日はなんでかき、ほうじゃのう。へえ。ん？なんだよ急に。ええんです。もう帰りますわ。清流会の視察も、それよりも今はよう南雲の頭に。へえ。横浜の偉人町でわしらは偶然あの気流の兄貴にも見劣りせん男と会うたんじゃ。頭はきっとそがあなことはありえんっていうどんなにありえんことじゃろうが。わしもです。おだったら清流会から全国の極道への呼びかけは信用できねえ。広島側の話に乗るのはやめておいた方がいい。それでしたら多分大丈夫です。まだ海老名の話に釣られるほど陽明連合会の力は衰え、広島はこれからも今の桐生さんの言葉でわしらも今夜横浜から。そうか、お気遣いどうも。なあ、あいつら気がついてたと思うか。どうだろうな。たく、そりゃあのままあいつらが喧嘩を追っ始めちまってたらこのご時世だ。広瀬一家は最悪トカゲの尻尾切りで絶縁食らってたかもしれねえ。ああ、だからってお前は出て、もしバレてても別に責めてなんかいねえだろ。伊達さんの強引なセッティングがなきゃ俺は広島をかき回すだけかき回した挙句あいつらのその後を聞ける立場じゃねえ。だがおう、じゃあまたな気流。もしもし。伊達だ、気流。ああ、わ。最近舌が肥え、近頃はて俺も量へえ別に店もで今よりもっとうまいん別にいい感じだ。Vin store pudding is delicious even though a trained chef like Sal he almost seems threatened by it。残念。だってせっか会って聞きたいこと。ああ、お見合いか。でも別に宇宙人と会話。キリュウさんだって。えお見合いじゃん。よし、よく分かってきた。He said he wants to meet an alien someday. What would they even talk about? It's hard to imagine. 線の前を通ると苦い思い出が蘇るな。苦いよ。盆栽名館っていうガチャガチャ。最近のガチャガチャ。そしたら全6種中もうコンプリートしてやろうと思って次日全然出ない。おかげで7000円使っちゃったよ。いい客だな。でもまあ最後の1個出た時はか。それはよかったな。赤蝦夷松。そ、いい感じだ。 You want to spend7,000 yen just to complete the capsule machine collection. At least he's a good customer. 写真か。昔か。今はもう。そうだね。ある日突然撮りたいもの撮り切った。自分の世界の端まで撮った気が。まあ。ガキながら。もう。またいつかカメラ熱がす。どうだろう。よし。絆が深まったぜ。When Zhao was a kid, he thought he'd seen everything there was to be seen. Wonder how he feels as an adult.
この近くにある質屋、結構いいものあっておすすめなんだよね。最近行ってなかったし、今度また行ってみる。この辺に質屋があるのか。そうそう、前はゴミ屋敷だったんだけど、またうちの丼も何個かそこで買ったんだよ。お前の店の丼、七草、まさに掘りだ。いい感じだ。Zhao said the bowls he uses in his store are second-hand bantam pawn, which I guess was originally an hoarder's house. Seems to be Zhao's favorite. The Xiu clan office is just up ahead. I better not get too close to it. I still do think that the former Dojo clan headquarters is now Sirius clan Tokyo branch.As a supporter of the Great Dissolution, I might not have any right to say this, but it pains me to realize that the Toyo clan is no more. They were the top of the underworld. Society would be better off without the Yakuza. This is much I know. Daigo must have struggled with his decision. Whenever I think of his suffering, the loneliness I feel seems trivial in comparison. Daigo...Watase and Order made the right decision. I want to be proud to say that. 思い出せ。 That's why I have to do whatever I can to help. の戦い本当？やっぱり、あ、なんだ？いや、ん？そう、ラーメンの湯、速さと反動を意識した多いと麺の食感が悪く、手首のスナップが大事だから。あの気、蝶のラ、よし。コンプリートだ。 Zhao learned a lot from boiling noodles in the kitchen. Who knew it would help out in a fight? ねえ、キリュウさん。ゲーセン？いや、ただ、ちょっと。なんだそれ。いいじゃな。Is complete is when it's evening. But we cannot do that yet. ここのオムライス美味しい。オムライス見ると前の勤め先の付き合い。ああ、確かにオム。だが難波の言いぶりからする。いや、別にそういうわけじゃないんだが。年甲斐もなく、それを最後まで引きずって楽しみきれなかったんだ。そういうとこ繊細よ。美味しくするおまじない。ああ、メイドさんと一緒に手でハートを作って。え？美味しくなれ、萌え萌えキュンキュンだろ。おお、大正解です。さすがっすね。うん、これは。道島の竜直々のおまじないだしね。じゃあ今度みんなで行こうよ。なんちゃんのリベンジマッチ。リベンジマッチって、そ、仕方ねえから付き合ってやるよ。キリュウさんまで。おい、このメンツで行って勝ち込みだと思われないかな。いつ食っても牛丼はうめえな。うまい、安い、早い。おなじみのキャッチコピーだけど。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。例えば？早い、強い、すごいとか。最後適当になってない？足とか？
足速くてモテるのは小学生までよ。まあ実際速くもねえしな。じゃあ却下。強い、渋い、エモい。なんでお前は。なんだエモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。ああ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順、昔は店に入って体感する順番で、その後うまいをもっと追求して順。へえ、そうなんだ。ああ、早速使いこなしてる。いた。なあ、ラッキーセットってさ。ラッキー。ハンバーガーにゼリーとおもちゃがついた子供向けのセットメニューですね。お子様ランチみたいなものか。どうした？童心に返って。ちげえよ。ただ今やってるラッキーセットのおもちゃが昔読んでた漫画のやつで、ちょっと。ここのお店は特に年齢制限ないわね。さっき残りわずかって張り紙してあったし。なになに、いい年した大人がお子様ランチを頼むのか。ガキ扱いすんじゃねえよ。よ、欲しいと思うんだったら注文すりゃいいと思うぜ。本当に欲しい子は買えなかった。分かってますよ。おい、残り1個だそうだ、あ、親子がレジ前でなんか振り切れだって。終わったか。えらいぞ。今度ゼリー買ってあげるから。だからガキ扱いすんじゃねえって。もらうんだ。このキムチチャーハンうまいな。これ最初メニューになくて。そういうパターンもあるのか。俺らもよ、常連客になったら。どうだろうな、そもそも常連。そこは店主次第なんじゃねえか。仲良くか。まあそこまでして常連になってやりたい。聞いた話だが、ここの店主は少しも。どういうこと。店主に一体。今度みんなで族っぽい格好して改造バイクで店一発で出禁になる可能性。ちなみにメニューを追加してくれるとしたら。特にないな。ないのかよ。いただ。ただ思ったより腹減ってたのか。あんま無理しない方がいいぞ。まあそれもそうっすね。私もちょっと加減を見誤ったかもしれん。そばだけじゃ足りないかと思い、がっつりフルコースいったわね。もう一品頼むか。やめ。ナンバ、正直に言え。取り調べみたいに言うんじゃねえや。もらうのか。人生で一度言ってみたいセリフの一つを達成したぞ。あ、俺もそれ言ってみたかったんだよね。早速カツ丼一杯で十分だよ。つかなんで俺。いただきます。太めの麺と濃厚なスープが絡まって、これは絶品だな。野菜不足解消。私ずっと思ってたんだけど、ちゃんぽん。ちゃんぽんってのはよ、ごちゃ混ぜ。確かにいろんな種類の。ごちゃ混ぜね。それじゃあ私たちもある意味ちゃんぽん。経歴も肩書きもみんなバラバラ。総帥と元ホームレス、そこに並べ。栄養満点なところも同じだね。素材の主張が激しいな。いただき。肉もいいけど海産物もいいよな。確かに食感がいいな。そんなみんな大好きイカですが、実え、宇宙人。あれだろ、昔の映画やアニメに出てきた。いやいや、ちゃんと学者が研究。体の大きさに対して脳が大きかったり神経細胞がたく。だからそれぞれの足が独立した制御コンピューターになってて、同時にバラバラの作業ができるらしい。それなら俺だって右手と左手をバラバラに。張り合うな張り合うな。
地球にいる生物とは違う構造が多いから、昔宇宙からやってきたとか、隕石の氷に入ってた。お前は本当にそういう話が。さっきそこのコンビニで立ち読みした雑誌に。それ聞いたらやっぱり同じ世界の。案外単純だな、さっちゃん。まあ信じ、俺はうまけりゃこれも。Gamrocho Hills is practically as big as the Millennium Tower. Back when this place was still under construction, I fought to the death with a man on the very same rooftop. Ryuichi Goda, the Dragon of Kansai. He was powerful, more so than anyone I ever faced before. I go as far as to say the man was a monster. That's why I sometimes get this feeling that he suddenly reappears.Right before my eyes, even now. 懐かしいな。I wonder if the kids at the Morning Glory feel the same way about me too. これ直した？お着替えた。どれを着よう？イメージ通りだね。俺に似合うの。どれを着ようかな？俺に似合うのは。お着替えタイム。これ直して。俺に似合うのはイメージ通りだね。どれを着ようかな。これ直して。お着替えタイム。イメージ通りだね。どれを着ようかな。かっこいいでしょ。俺に似合うのはこれ直して。お着替えタイム。かっこいいでしょ。どれを着ようかな。お着替えタイム。よし、今回の中島、お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃。おい、どうし、まさか覚えてないなんて言わねえ。覚えてるよ。だが仇の人で。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使った。中島社長とは電話で。もういい年。うん、どうかな。うん、ああ、もうそげえに。そんな、社長さん。それはそうばってん。あ、俺なんかは大丈夫。ちゃんと伊達さんから話は。伊達さん見ての通り元気なもんだよ。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが。けど伊達さんは中島社長と面識が。それはまあ、あんたのとこの元従業員鈴木太一の件で。ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから、ついては横浜まで起こし。なんだか急にうさん。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。そんな怖い顔すん。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。いつも言ってんだろ。10年前あの人は俺に言ってくれたんだ。どん底の俺に。分かったよ。本当に。いやー、そげんこつしたらおいはすぐ挟んばい。はじめまして。楽しんでいただけてますか。いやいや、そげんでした。そう固く並んでくだ。座っても構いませんか。もちろん。いやばってん、ただ電話でも言った通り、そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を話。それで、あいつを知ってる人と無性に。あ、いやいや、よかよか。無口な人やったけんど。ほんで、もしかして。ん？
ああ、いや。え？知らなかったの？知らんです、知らんです。いやー、信じられん。なんか、一応確認ですが、社長。偽名？いや、あの、でしたら落ち着く。あいつの本当の名前は？あの鈴木さんが？あ、もしかしたら。なるほど。この写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。この映像が流れた後、無所に入り、そして…バッテン…は？どうも俺は、はっきりあんた人違いと知っとったら…いや、待ってください。なんでです？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確か…知らんふりもな…すいません、俺のハヤト…いや、待って…もうよか…どうしたんです？どうもせん…待ってください。おい、なん…あんたのその逃げ腰な態度…ん？最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに…でも俺が察するに…ね、それは…この動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きているとネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。どういうこと？もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、たとえ過去の些細な話でも、平たく言えばとはいえ横浜まで来て。だからあんたは桐生一馬…違う。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね、中島社長、警察は警視庁も福岡県警も今まで一度でも警察からあいつについてなかったはずです。なぜかといえば、あなたと福岡で初めて会った時、あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況、そこへあなたが声をかけたんでしたよね。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。俺は桐生の口から直接この話を。俺としては、だってさ、こういうことやったとですか。鈴木さんの本当の名前が、あん人がうちから去って、そのおしば、そん時は会社の仲間た、もちろんただもんやないとは思うとった。ここだけの話、うちの社員にはおいもそん一人ばい、そげな風に示し合わせとったとこへ今度は。ええ、そりゃそうばい。そんじゃさっきの伊達さんはどげんね。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。ノーコメントってことにさせてくだ。ノーコメントあんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やねそんな社長だからでしょうかね。で、初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために、桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。言葉を交わす相手も頼る。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい、何があっても戻ってきいって。そん言葉は今も生きとる。いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか、そう伊達さんの口から伝えてくれんね。
今日もありがとうな、伊達さん。中島社長に恩を…ところで…あ、いえ、あれはその…胸の奥まで染みる言葉だったよ、もしよかったら。なあ…まだそこまで酔っちゃいねえよ。だよな。よう、あ、な、やってんな、隣いいか。もちろんどうぞ。キリュウさんと差し飲みなんて。ハンピンリューマンの総帥を降りて。そ、だから俺は。まあ、キリュウさんこそ足洗ってもう15年以上でしょ。それでもキリュウさんは登場界4代目だし。ああ俺の立場を捨てたことにはこ、うん、当時のハンピン・リューマンはね、古い幹部も含めて大勢裏切り者が出た。組織は土台から生まれ変わる必要に迫られてたんだよ。その責任を誰が取る。それに同じタイミングでコミジルも追い詰められて、その難しい舵取り役は孫悲が適任だ。そうか。ああ、孫悲が半彼女の苦労は並大抵じゃなかったはずだ。そこまで言えるのは桐生さんに褒められると格別だね。春日君も人たらしだったけど、桐生さんは自分が死んだ。ああ、俺とこうして話した。大道寺一派にとってだから黙認されている。そっか。お前の店？俺、これでも中華料理屋の王。たまに自分でも鍋振っててさ。いや、たまにじゃないな。元総帥が。もともと料理は好きでさ、組織のメンバーにも好評。そういうこと言っちゃ。好きなことが。それは本当そう。もう一杯どうだ。俺はいいんだけど。ほんと、病気の身とは思えないね。よ。うん、あ、気になる。うん。さっき見てたのとは。だいぶこき下ろされた。何食ってもまずい。店員の、それも単発の記事じゃなくて連日言いがかりって。当たり前でしょ。店は古いけどきっちり清潔にしてる。そいつは災難だったな。でしょ。ほっとくか。身元が分かりゃいいんだがな。自分だけ安全なところ。そうだね。いくら味の好みは人それぞれ。そのブログ。いや、売り上げは目に見える範囲で。ブログ見て店を選ぶのって一。そうか。うん、そうなのか。ブログが書かれた前の日に初めて見る客が来てさ。何があったの。うちの店、まあオーナーが俺なのもあって、店内は撮影禁止にしてるの。デカデカと。でもその客が。なら、お、そう、だからその客しかいなければ別に良かったんだけど、それで客に向かって、その後もヒートアップ。最後には店の割り箸をどんぶ。そんなことがあった翌、まあ、そうだな。でしょ。それでねえ、そんな料理には随分プライドを持ってるみたいだが。そりゃそうだよ、一度火がついたら。おいおい、ま、今は酒のしかだね。どう
うした長。俺の耳に入れとき。お前。そうなんだけど、ちょっと愚痴につき。で、この前話したブロック。ああ、そう、そいつを今ハンピ長さんの店をけなしてんのはどいつだって、もし見つけたらちょっと。まさかお前がけしかけて。そんなわけないでしょ。若い連中が元ボスへの。ああ、裏の世界はメンツが命だからね。じゃあ無関係ほっとくわけにはいかねえ。それで大勢だ。だいぶ多いな。けど中心、俺がハンピン・リューマンの総帥だった間、総帥の親友、かわいいやつらでさ。ただ血の彼らが一番ブロガーに腹立ててる。お前も大変だな。こっちの話は堂島の竜。まあでも俺らこの悩みについて。じゃあ心強い桐生さんもね。真面目な話さ、自分の先が短い。そうでもないさ。それでも俺は桐生さん、あんたは自分どうしたんだ。前から思ってた。差しで飲む仲だし、そろそろ行ってもいいかなって。いや、そっか。よっちょ。本当だ。そういえばこの間のブロガーの話、ハンピン・リューマンの枠。おい、それ命まで。だからもちろん手を出す。でもなんだ、俺の親衛隊を自負して、俺のメンツを俺以上に気にする奴らが。なら、だから俺はもしもこの先で何無関係の事故だろうが、ブロガー君の安全が破られたら、俺いいのか。そりゃね、こんなことで店を。それでもあとはブロガー君が安全に暮らすことを祈るよ。これで若い衆は。うん、ただブロガーは今でも、もういい加減勘弁し。そういや、ごく普通の一般。ただ最近自分が嗅ぎ回られてる。ほう。そいつの一人暮らしの家は留守のまま。住んでたのは。そうだね、住所は中華街の。そっちの記事はちゃんと的確な食レポしてたのにね。それはまあ、ネットでお前の店を。そうなんだよね。ほん、この件は。そうだね、しかしネット、まさかこき下ろした店。運が悪かったのは確かだね。人ん家を無断で撮影して、それで一方的にネット越しに喧嘩売ってきたんだから。だがお前が店を続けるには。じゃあ乾杯するか。こんなに気が進まない。ま、いやー、キリュウさん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。一杯付き合うぜ。いやー、そうじゃなくてね。ん？今から俺の店で集まりがあってさ。ほれ、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。おう。で、よかったら。いいのか？なわけないじゃん。そう来なくちゃ。長さん、お招きありがとうございます。長さんの料理本当にうまいんで、めっちゃ腹すかしてきました。ごちになります。恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか。そんな、おい、んいや、みんな見てくれ。なんだと。あ、そいつ。キレイさん、ちょっと本当に。ああ、そうみたい。あれ、
お前が何しようとしてたか言えや。何のことだか分かりませんよ。なんだよこの野郎、また張さんの店をこき下ろすって。そのネタを探…別にいいじゃないですか。言論の自由っていうのが…てめえ、この人数に書く…ねえ張さん。何言ってんの君ら。残念ながら彼の言うと…いや、知ってるんですって。こっちは全部チンピラが血まなこになって俺を探す。あんたがこの人たちみん…自分は関わらないふりして。待って、それなあ、みんなそうだろ。さあ、もう仕込みもバッチリできてんだ。というわけで、これからうちわのパーティーなんだ。うん、ほんと。いや、待って、このままそいつ返したら今、まず俺らを隠し撮り…な、何言うんですか。しかもこいつ、舐めてんですよ。違うって。加減にしてください。アンチョさん、いくら組織から身を引くなのに、そのあんたがふ…ああ、そうだな、偉人町の教…あいにくだけど、そりゃ無理ってもんです。普段は力が抜けて軽いのに、いざ…そろそろね、こんなブロガーに舐められ…まずはこいつ…俺はこの人に何かあれば自分の身…だったらちょうどいいでしょ。料理人。そうですよ、調査。俺らの装置やってやりましょうや。俺の後ろに。嘘でしょ。わかった。いや、このブロガー君にはいい。迷惑かけて悪いんだ、こいつらは。ちょっと待ってください。そいつをかばう、ずっとあんたをし。俺は自分の店を守る。わかりましたよ。もう腰抜け。手貸すぜ、調。それはどうだ。邪魔すんじゃねえよ。かかってきやがる。俺の番か。ほら来いよ。もうギブアップ。終わらせる。おら、やりますか。あれやっちゃう。よし、とっておきの技味わってもらう。楽しませてくれよ。容赦しねえぞ。潰す。目立っちゃおうかな。ほらほら。容赦しねえぞ。相手にならねえな。いや、お前らの気持ちは嬉しいんだけどね。俺、そんなことは絶対しないって約束で。俺、でも、もしその気になってくれ。そっか。はい。お前らがずっと憧れてきた超天佑って、その程度の器だと。いえ。おい、今の喧嘩ずっと見て、ネット越しに安全なつもりだ。今までお前が無事。すみませんでした。この辺りにも二度と近づかない。いいよ別に。でもね、この前君がうち…それはその、はっきり言わせてもらいますと。なんだと。中華街でもあれほどの味はありません。だからプロ、どうやったらこの味をみんなに伝えられるけど、そんな時せっかく頭に浮かんでた表現が店の割り箸を…その説は本当にすみませんでした。俺は張さんを褒めようとしてたのに。可愛さは待って…なるほど。でもそういうこ…え、おい張、さあ今日ね、頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらう。でも…いやあ、君、他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。そんなこと言われるの、ブログやってて初めてですよ。ああ、おお、おい、どうなんだ、蝶。
最高の褒め言葉じゃない。ほらまだまだあるからね。あ最高っす。いやー桐生さんには本当迷惑かけちゃったよね。あのブロガーはよほどうまかったみてえじゃねえか。あれ結局桐生さん。そうだよ。ああましかしなんだな、リーダーの器があるのにも。そうは言うけどガキの頃は俺最初から組織のボスになるよう育て、物心つかないうちからそういうもんだって言われて、今そのポジションを離れてみ、そう簡単にはて。その新しい、そう、そのいくらでもある可能豪快な火で鍋を振って、俺は今そんな、あとは声時々仲間。そうか、そいつは欲のねえことだ。もしもし伊達だ、桐生。ああ、分かった。なんだ。いや、あの陽気カオルが。ああああいつだって同じ視線。ああ、いきなりの話で悪かったな。いや、じゃあ待ってるぜ。The gangster saber you receive on completing the drinklings from Zao. おお、来たな、桐生。もう準備。ああ。よし。俺が、佐山薫。当時は府警の捜査四課。泣く子も黙る。俺たちは登場会に関わる。そして、時限爆弾のカウントダウンが響く中。15年か。そんなになるか。仕事でこっち来たからお話でも聞く。これでもおらん。急にな。15年以上ぶりとはいえ、遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。どうだかな。バーク、捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。これで会話が拾えるし。さあ、変わってねえな。相変わらず忙しそうだな。あさってにはもう。民生さんは元気にしてるのか。ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってていいじゃねえか。ですね。それにしても6、7年ぶりですよね。ああ。いえ、あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬、クロマグロンジャー。います。桐生一馬はまだ生きていて、今なんて人まで。今そんなことを警察官が言ってる。まあそれ、直接関わってないやつほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえ。ですね。でもあの人が死んだ、あんなタフな人って、そんな場面ばっかり見て。そうだな。まだまだ仕事、ええ、少年課に異動したんだってな。ですよね。志願してのことなんだよな。はい。大解散。はい、大解散の後
道島だ元坊たちの受け皿、カズマが生きてたら、あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末に彼らが後始末をするなら、私がふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや、それでしょう。はい、それがお前かっこつけて言うと、だからそっちに全力で生き、どこかでまだ一途でいい女だと思いません？あのな、佐山、いいんだ、いいんだ。いや、ほんとあいつにはもったいねえ。ありがとうな、だて。まったくだ。佐山には本当に伝えなくてよかったのか。ああ、何にせよあいつが警察官としての夢、登場会四代目。けどよ、キリュウ、何度でも言うぜ、惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは、お前ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ここがその廃墟か。建設中に火災か。お、いたな、歌丸。ああ。なんかこわもての人ね。待っていたぞ。何が待ってたぞだ。呼び捨てにしやがって。調子に乗るんじゃない。ごめんなさい。なんか雰囲気に乗ってしまいまして。で、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく。で、どうなんだ。はい、めちゃめちゃいました。しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかけ、帰ってこない。おそらく。それか孫悲が怖いからあっちに。何が部下だ、お前が責任者だ。へい、その通りです。しかし、うちの部下でも手が出ないと。このまま引き下がるわけないだろ。偉人町の裏社会を仕切る立場、うちの部下を可愛がってくれたっていう。さすがは我らのリーダー孫悲。奴らはここの地下に巣くってます。かなり。お前は行かないの。私は行きません、危ないですからね。ひぃ、暴力反対。よし、じゃあ行くか。コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。そうだな。はいよ。行ってらっしゃいませ。So this place is just as in Hawaii, which each time you enter the floors, planning changes, and you need to find possible people to save, and each time there is an item nearby, the characters will speak up.楽しませてもらうよ。終わらせる。あそこに有益なものがありそうだぞ。何でもできそう。
よし、先に進むぞ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？勝ちに行こうぜ。終わらせる。素直に喜んだ。格が上がったね。悪くない気分だぜ。ん？あそこになんかあるな。いくらでも戦えるわ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。うお！しかたねえ。勝ち行こうぜ。力の差を見せてやる。合わせるぞ。さあ、しゅー！はっ！俺の番。サポートする。容赦しないぞ。結構調子いいかも。さて、調子がいいぞ。行くぜ。逃がしちゃしねえぜ。かますぜ。必殺。何だったんだあいつは。金庫にあんなのが入っているとは。どこにどんな奴がいるかわからん。開ける時も用心しておくか。さあ、どんどん行くぜ。まだまだ余裕だぜ。わしを見下しとるんじゃろ。邪魔するつもり。やってやろうぜ。終わらせる。東京だけは買ってやるよ。よあいつ、たあの世への直行だ。さて、始めようか。力の差を見せてやる。やってやる。かかってこいつを食らうといい。やるのかよ。俺の番か。かますぜ。狙うか。やあ！寒い。ここは任せて。
緊張万全だぜ。調子出てきたぜ。イラつくんだよ。いつでも行けるよ。終わらせる。あそこになんかあるな。よし、先に進むぞ。調子に乗るなよ。楽しませてもらうよ。終わらせる。純粋な成長。まだまだ強くなれそうだ。あそこに何かあるな。わしを見下しとるんじゃろ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？そこに何かあるな。調子いいみたい。まあ、こんなもんだ。そんな目で見てんじゃねえよ。久々に暴れてやればいい。始めようか。終わらせる。またいい男になっちゃった。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。開いた。さあ、どんどん行くぜ。開けてみるか。やったぜ。無事に帰れると思うなよ。勝ちに行こうぜ。調子がいいぞ私、うん、こいつを食らうという。相手してやる。動けねえ。行くぜ。こいつは重いぞ。シャンパン入りました。容赦しないぞ。必殺シャンパン入りました。ここは任せて。やって、見たかよ。いい感じ。俺の勝ち。格が上がったね。ん？あそこになんかあるな。
どこにでも行けそうだ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこになんかあるな。開けてみるか。うわ！さて、始めようか。調子がいいぞ、私は。かかってきなよ。ほれほれ、仕留める。うちこれで来ないのか。容赦しないぞ。見さらせ。俺の番か。終わらせる。トップ。何度胸で悪くない気分だぜ。悪くない気分だぜ。この辺は人の気配がしないな。少し休むのも手かも。私はどこ見てんの。こいつを食らうという。かますぜ。全力全開。刀の渋みが出てきたぜ。まあこんなもんだ。体調万全だぜ。あそこに何かあるな。気に食わんな。うつる。やってやろうぜ。調子がいいぞ、私は。おい、相手かかってきなよ。楽に死ねると思うか。無駄だよ。ん？あそこに何かあるの？あの人いる。あんたの財布は覚悟してよね。外れか。力の差を見せて。楽に死ねると思うな。お
俺の番か。終わらせる。ここは任せて。見せてあげる。それ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 。容赦しないぞ。見とれないでよね。あそこに有益なものがありそうだぞ。いい調子だな。よし、先に進むぞ。調子出てきたぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこになんかあるな。開けてみるか。開いた。ん？あそこに何かあるな。さあ、どんどん行くぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。やったぜ。ねえ、あれなんだろう。行ってみな。はい。まあ、こんなもんだ。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。うお！てめえ見てっとイラつくんだよ。いつでも行けるよ。力の差を見せてやる。どこ見てんの。どうした。やろうぜ。消えろ。行くぜ。こいつは重いぜ。シャンパン入りました。うわ、容赦しないぞ。よし、必殺シャンパン入りました。うわ、
まだ強くなれるとはな。うん？あそこになんかあるな。よし、先に進むぞ。ん？あそこに何かあるな。頭に来たぜ。勝ちに行こうぜ。調子がいいぞ、私は。かかってきなよ。どうした？相手してやる。ほら、来いよ。楽に死ねると思うな。俺の番か。痛めつけるわ。うっ、恥かいても知らないから。かますぜ。一緒やりますか。おう、二人でやりゃ火力二倍だ。おかしい。まあこんなもんだ。あいつ立つ。邪魔するつもり。さて、始めようか。調子がいいぞ、私は。かかってきなよ。さっさと来い。脇が甘いな。すりゃ。行くぜ。来ない。終わらせる。傷が痛みやがる。かますぜ。全力全開。ここは任せて。容赦しない。来ないよ。力の差を見せてやる。治療する。俺の番か。東京だけは買ってやるよ。調子出てきたぜ。
やってやるぞ。やってやろうぜ。調子がいいぞ、私は。どうした？わけが甘いな。来いよ。行くぜ。悪く思うな。シャンパン入りました。寒い。かますぜ。必殺シャンパン入りました。結構調子いいかも。容赦しない。またいい男になっちゃった。ん？あそこになんかある。 あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。開いた。さあどんどん行くぜ。開けてみるか。やったぜ。まあこんなもんだ。好調だ。この辺は落ち着けそうだ。邪魔すんじゃねえよ。いつでも行けるよ。調子がいいぞ、私は。かかってこい。こいつを食らうと。やるのか。容赦しないぞ。相手してやる。バシッと決めるぜ。恥かいて知らないから。俺の番か。終わらせる。人生これ成長。まだまだ強くなれそうだ。格が上がったね。Thank you for watching. Wish you well. Like, comment, subscribe if you like it. See you in the next video.